株式会社北海道銀行は、北海道札幌市中央区に本店を置く、第一地方銀行で、いわゆる戦後地銀でもある。通称は、道銀。北陸銀行と共に北北、フィナンシャルグループの参加にある。キャッチフレーズは、土産子バンク。北海道の産業育成や地方経済活性化を期待して、道内の商工業者を中心に設立され、北洋銀行に次ぐ、 道内第2位の地方銀行として戦後の北海道経済に大きな役割を担っている。現在も道内を中心とした支店、営業網を持つ。2010年12月末に預金量が創業以来初めて4兆円に達したことが発表された。1998年以前は道内所在の地方銀行としては最大手であった。しかし、 道内最大の金融機関であった北海道、拓殖銀行が同年に経営破綻したため、現在では同行の営業を譲り受けした北洋銀行が道内最大の地方銀行となっている。バブル崩壊の影響で一時経営難に陥り、2000年代に入り、北陸銀行との経営統合と公的、資金注入を経て経営を再建した。その後、 設立以来初の同行出身東取の就任、個人向けに特化した新店舗の開設10月などの経営改革を進めている。旧北海道銀行は1891年札幌に設立されたト田銀行と1894年に余市で設立された余市銀行が母体である。後に合併して北海道商業銀行となるが、 第二次世界大戦中の金融統制により、北海道拓殖銀行に統合されて消滅。現存する北海道銀行は、戦後の経済復興で高まる資金需要に応えるべく、1950年、旭川市で行われた全道中小企業会及び、全道商工会議所大会において、新銀行の設立が決議され、1951年3月、 株式会社北海道銀行が発足。いわゆる戦後地銀として営業を開始した。また初代頭取には島本徹が就任した。北海道経済界においては宅銀が都市銀行として確固たる地位にあり、本州でも営業していた。これに対して北海道銀行は北陸銀行、北洋相互銀行、北海道相互銀行、及び道内各地にある 信用金庫などともに広大な北海道各地域の経済を支える役割が期待された。同校は高度経済成長期に順調に支店網を拡大し、1970年代には森花竹吉取のもと、預金、貸付残高で地方銀行の上位従業に入るまでに成長。名実ともに北海道第二位の銀行としての地盤を固めていった。 しかし、この頃から顕著となりつつあった石炭産業の社用化から、これに代わる産業の育成が急務とされていたが、依然として公共事業に依存する北海道経済の体質が変わることはなかった。こうした実体経済の先行き不安の一方で、1980年代から加熱する不動産融資ラッシュに乗り遅れまいとする経営人の焦りがあり、この頃から、 過剰な融資が目立つようになっていった。バブル崩壊後の公共事業の削減を中心とする道内経済の停滞の中で、1997年には経営難にあった卓銀との合併話が持ち上がるが、道銀自体も不良債権を抱えて、経営は日の車であった。このため、合併話は破断となり、同年11月、卓銀は経営破綻した。当初、 大倉省は、日銀を旧宅銀の受け皿業に考えていたが、合併協議が頓挫した直後でもあり、結果的に日本銀行が押す、道内第3位の北洋銀行が受け皿業に決まった、経緯がある。旧宅銀の道内支店は、北洋、道外支店は、中央新宅銀行に営業権が分割上とされ、宅銀破綻前は、取引規模で、道内2位だった日銀は、 同三位の北洋銀行に破綻後の取引先の大半を奪われることとなった。宅銀破綻後の道内では企業の連鎖倒産が相次ぎ失業率も上昇、景気もどん底であった。同銀も多額の不良債権を抱え、1999年3月には自己資本比率がわずか3%台にまで落ち込んだ。宅銀の二の前だけは避けたい道内企業が 約537億円の増資を引き受け、金融監督庁による早期是正措置を受けて、翌2000年には約450億円の公的資金の注入を受けることで最悪の事態は避けられた。その後、不良債権の最終処理にあたっては、2002年9月、本店ビルと敷地を将来の再開発を前提で平和不動産へ売却した。この間、 1991年から平成14年までの実に12年間にわたり総額6027億円もの不良債権を処理した。2003年3月期に約550億円の赤字決算となったが、以後は徐々に業績は持ち直した。2004年9月、北陸三県及び道内を地盤とする北陸銀行を傘下に持つ北銀、 フィナンシャルグループと経営統合を行い、金融持株会社北北フィナンシャルグループを設立。北陸銀との重複支店の譲り受けなどで経営の立て直しが行われた。2012年10月1日にはシンクタンクである子会社として同銀地域総合研究所を設立。調査、研究の受託や株式公開支援を行うとしている。現在、 道内に132の支店、出張所を持ち、道外にも東京支店と仙台支店の2店舗がある。あとに、東京支店は、北陸銀行東京支店の室町中央ビル9.10階へ移転し、仙台支店も、庄内銀行の協力で、同行仙台支店のある、商銀ビル6階へ移転し、いずれも、空中店舗に再編されている。2013年3月には、 北海道新幹線開業による経済交流促進や東日本大震災、福島第一原子力発電所事故の北海道内への避難者支援を目的に77銀行や東方銀行、岩手銀行など東北地方地人従業と業務提携を締結した。自治体の指定金融機関としては、市別市や広尾町など一市13町で道銀を指定している。 また、札幌市は6事業会計の、水道取扱金融機関に、日銀を指定している。旧北海道銀行北海道銀行個人、法人カードにて、北陸銀行、横浜銀行、省内銀行、青森銀行、道の区銀行、秋田銀行、東方銀行の地銀7行と ATM、共同利用提携を締結しており、 地銀7行 ATM での道銀のカード出金は、平日時間内は、手数料が徴収されない。地銀7行との提携で、東北地方、北陸地方、東名阪でのカード出金の利便性が向上している。セブン銀行以外の提携コンビニエンスストア、ATM でのカード入金は24時間、終日無料で対応可能である。また、2011年5月からは、 すべてのコンビニ ATM で IC カード対応を開始している。個人向けに基本手数料が無料で提供される同銀ダイレクトサービスが取り扱われている。テレホンバンキングによる残高紹介、取引名再紹介は同サービスに申し込みを行わなくても可能である上、キャッシュカード非契約口座の紹介も可能となっている。ただし、定期預金取引は モバイルバンキングでは不可能。2013年11月18日からは個人キャッシュカード利用者向けで取引紹介専用の会議、インターネットバンキングも開始した。2013年3月1日から通帳を発行しないウェブ講座、スマートリーフの取扱いを開始した。同銀ダイレクトサービスの契約が必須ではあるが、通帳からの切り替えも取引店または 最寄りの本支店において可能である。一義的には、キャッシュカードを用いて、ATM で取引を行う。これにより、通帳基調、繰越しのための来店が不要になるため、広大な道内ゆえに、店舗網が薄い地域や東京支店、仙台支店の利用者の利便性が大きく向上する。対象カードは、通常のキャッシュカードの他に、クレジットカードと一体型の、同銀、 キャッシュクレジットカード、同銀、キャッシュクレジットカードキーとかでも可能となっている。さらに2014年3月17日からは、システム改良により、すでに普通預金口座のみ、開設済みの場合でも、定期預金の新規口座開設が、ダイレクトサービス画面上できるようになったほか、来店不要で、動画面上での総合口座通帳、 普通預金通帳からの無通帳会の切り替え手続きも可能になっている。北海道銀行における情報処理システムは1971年6月、電電公社と共に構築したシステムが稼働したことに橋を発し1976年7月には事務企画部、電電公社、各営業店による3位一体の準備を経て生まれた総合オンラインシステムが稼働した。 また、1983年10月には、地銀各構が1985年以降、順次導入する第3次オンラインシステムを上回る、処理力を誇る第2次オンラインシステムが稼働した。さらに、1990年10月には、システム部門と事務管理部門の一元化を図るべく、白石区東札幌に総合事務センターである、東札幌道銀ビルが竣工した。 そして翌年三月には、同銀、NTT データ通信、富士通による三社共同方式で進められ、二百三十七億円の拒否を投じたシステムが情報系で稼働し、九百九十三年一月には、第三次オンラインが全面稼働となった。その後同銀は二千七年五月以降を目指し、NTT データ地銀共同センターへの参画を表明するも、 北陸銀との経営統合が実現し事務の効率化が喫緊の課題となっていたこともあり、同センター以降の基本契約に至らず、横浜銀行の提案による、同銀、北陸銀、浜銀と NTT データによる業界最大規模となる共同システム化を目指すことになり、2005年11月、共同開発で合意した。このシステムはメイハーと呼称され、 2011年5月6日、同銀と北陸銀は同システムに同時移行した。同銀は2006年8月の中華人民共和国信用駐在員事務所を開設を皮切りに2009年にはロシア連邦サハリン州ユジノサハリンスク市に駐在員事務所を開設。極東ロシアにおける法人の進出を支援しているほか、同市と経済協力協定を締結している。 また2013年3月18日には、ウラジオストク市にも駐在委員事務所を開設した。同行の各支店等の一例。合併後は宅銀を、存続会社として、地銀強加盟の新北海道銀行に転換される予定だった。同銀顧客親睦団体である、ライラック会加入企業、指定金融機関を務める自治体や外閣団体等が増資を引き受ける。 実際には、株式交換によって、北銀 FG の参加に入り、北銀 FG の社名を変更。かつてはこの他にも新宿支店、青山支店、大阪支店、青森支店、八戸支店も存在したが、東京と東北の店舗は、段階的な統廃合により、最終的に東京支店と仙台支店に集約され、大阪支店は、北陸銀行大阪支店に営業上とされた。 省内銀の無料開始時間は平日9時。逆に、地銀7行のカードにて同銀 ATM を利用した場合も同様であるほか、北陸銀とはカード入金も終日無料で相互に可能である。2011年5月6日発行分の通帳から北陸銀と相互に普通預金、貯蓄預金の各口座ページの通帳基調、入金が 両校のの ATM ATM で可能となる、ATM、非設置の同銀仙台、庄内銀東京、青森銀東京、札幌の各支店と、日銀及び地銀7行以外が、幹事の一部の店舗外 ATM は対象外となるが、同銀仙台支店の1階には、庄内銀の ATM が設置されているため、同銀と日銀のカード出金のみ無料である。モーストイフィセント、 ジョイントアドバンストリージョナルバンキングシステム。最も効率的で、先進的な地方銀行共同システム浜銀は、前年1月に先行していこう。またこの共同化に77銀行が加わり、2016年1月には4行のシステムとして稼働を開始した。ワニシ支店が室蘭支店内にブランチインブランチとして入居していたが、2010年12月6日に、 室蘭支店が東室蘭地区の新築店舗に移転し、同時に東室蘭支店を取り込んだブランチインブランチ店舗となったため、残存した和西支店は従前の室蘭支店の位置に止まり、室蘭駅前支店に改称された。ABCDEFG 株式会社北海道銀行の個別業績の概要株式会社北北フィナンシャルグループ 2021年5月29日閲覧株式会社北北フィナンシャルグループ有価証券報告書第17期株式会社北北フィナンシャルグループ2021年5月29日閲覧公的資金の関西に関するお知らせ北海道銀行2018年7月8日閲覧 ABCD 北海道銀行六十年史北海道銀 シンクタンク設立。日本経済新聞。httpwww. 日経 .com アーティクル。弱新層4 7 0 0 1 6 4 6 0 x 0 h c 1 2 a 0 n n 7 0 0 0 2013年11月23日。閲覧。東北、北海道地区交流促進地銀連携の 基本合意について株式会社北海道銀行2013年3月13日アーカイブされたコピー2010年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年7月16日閲覧地域再生活性化ネットワークの構築について株式会社北海道銀行2013年9月27日閲覧進まぬ再編の後押しなるか 大手地銀休業連合の波紋。ダイヤモンドオンライン。2014年4月23日閲覧。地銀休業が地域再生で連携福岡銀など、生きがい融資も。日本経済新聞。2014年2月18日閲覧。北海道銀行、石狩の風力発電に融資北都銀と協調し5億円。日本経済新聞。 2015年1月18日閲覧。株式会社厚田市民風力発電向けの風力、発電事業へのプロジェクトファイナンスの取り組みについて、株式会社北海道銀行。2015年1月18日閲覧。北海道銀行頭取に、笹原市。日本経済新聞。2015年6月27日閲覧。7.5億円の地方創生ファンド。 北海道銀など出資。日本経済新聞。2016年1月9日閲覧。道銀笹原東りインタビュー。優先株537億円返済の、道筋つける。リアルエコノミー。2016年1月9日閲覧。世の中テラスの立ち上げについて、北海道銀行2018年7月8日閲覧。 くしろ信用金庫との ATM 総合無料提携の実施について株式会社北海道銀行 https www 北海道バンク COJP コモン2 0 1 9 0 6, 6 2 0 1 5 6 1 k 1 4 4兆6420億2399万 2144PDF2019 年9月3日閲覧 道銀徳白新金24日から ATM 総合無料に北海道新聞同心電子版オリジナルの2019年9月3日時点におけるアーカイブ https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットフェードアウトスラッシュ n p j u d に0 1 9年9月3日閲覧円丸信新用金庫との ATM 総合無料提携の 実施について株式会社北海道銀行、https、www. 北海道バンク COJP、コモン、ダット、2019、0827、156計6885兆6318億101万6276、pdf2019 年9月3日閲覧。ATM、2日から、相互無料に、日銀と円軽新金。 北海道新聞、同心電子版、オリジナルの2019年8月29日時点におけるアーカイブ、https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットフェードアウトスラッシュ CZKI52019 年9月3日閲覧。インターネットバンキングの全面リニューアルについて、株式会社北海道銀行、2013年11月23日閲覧。 同銀ウェブ専用講座、スマートリーフ、若者応援サービス、ドゥデビューの取扱い開始及び、道銀春のデビューキャンペーンの実施について、株式会社北海道銀行2013年2月26日、新システム移行について株式会社北北、フィナンシャルグループ2011年5月6日、イプロ、北陸銀、北海道銀、鹿児島銀が、環状系システムを刷新。 日経コンピュータ2011年5月10日、同銀、横浜銀、北陸銀と、新システム共同運用効率化狙う。日本経済新聞。http://www. 日経 .com/.article/.dgxnasfc2800h1a4241 リットル4万1000。 2013年11月23日閲覧。ユジノサハリンスク氏との経済協力協定の締結について、株式会社北海道銀行。2013年11月23日閲覧。ウラジオストク駐在員事務所の設立について、株式会社北海道銀行。2013年11月23日閲覧。ウラジオストクに駐在員事務所北海道銀。 13年度中、日本経済新聞、http コロンスラッシュスラッシュ www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ tgxnastf1800xy3a4141ee 派遷。2013年11月23日、閲覧。不詳事件の発生について2019年6月21日、 株式会社北海道銀行。2021年5月28日閲覧。日銀が100万円着服の公輪解雇。NHK ウェイバックマシン。不祥事件の発生について2020年2月21日。株式会社北海道銀行。2020年7月25日閲覧。不祥事件の発生について2020年12月3日。株式会社北海道銀行。 2021年5月28日閲覧。旅行や買い物に、北海道銀行の40代元行員の女性611万円、着服、懲戒解雇に2020年12月3日、北海道ニュース UHB、2021年5月28日、閲覧。不詳事件の発生について2020年8月27日、株式会社北海道銀行、 2021年5月28日閲覧。同銀行員が不正1620万円引き出し懲戒解雇2020年8月28日。北海道新聞。2021年5月28日閲覧。ありがとうございます。